高知工業高校3年放送部の西森海生です。高知中高生ニュース。今回は高知市の高知工業高校から、県内で最も長い歴史を誇る少林寺拳法部の気になるニュースをお届け。創部60年を超える高知工業高校少林寺拳法部、現在部員は2人だけですが、常に高い向上心を持って日々鍛錬を積み重ねています。普段はどんな練習をしていますか？私たちは普段一件一件気持ちを込めて少人数ながら気合を入れて練習をしています。少林拳法はどんな種目がありますか？一人で相手を想定して技をする単独演武と、二人で行う組演武、6人で行う団体演武があります。少林寺拳法の魅力は何ですか？少林寺拳法は男女年齢問わず誰もがいつからでも始めれる香川県発祥の日本の武道です。私はできなかったことが練習の積み重ねによってできたとき、自信や達成感を得られることができます。以上、高知工業高校からでした。バイバーイ。